物語は、ある男が自分が無名のどん底に落ちていくのを感じるところから始まる。人生の大半を他人を羨ましく思いながら過ごしてきたこの男は、常に比較され、物足りなさを感じる自分の存在を振り返る。彼は常に4人の人物を手本として仰ぎ、彼らの一挙手一投足を見守り、彼らの成功に遠くから感嘆してきた。一方、 彼は周囲の人々が目標を達成し、勝利を体験しているのを目の当たりにし、自分の無力感を深めていく。この比喩的な奈落の底にさらに沈んでいくにつれ、彼は野原でリーダーを追いかけたことを何度も思い出す。本当の理由も目標もないのになぜ生き続けるのか。絶望の重みを感じながら、彼は下を向き、自分の人生に目的を与えるために、 何か新しく意味のあるものを見つけなければならないと悟る。絶望の中、彼は顔を上げる。彼の顔には苛立ちが刻まれている。この絶望の瞬間、彼は虚空から呼びかける声を聞き、苦しみからの救いを与えてくれると信じる。この神秘的な声は、 彼に無意味な存在からの脱出を約束し、嫉妬と失敗の連鎖から抜け出すチャンスを与えてくれる。たとえ血と犠牲で満たされた道を歩むことになっても、突然手から血が滲み出し、鋭い痛みを感じる。その強烈な瞬間に彼は目を開け、新たな決意を燃やす。彼の名はイーオン。生まれ変わるためなら、 どんな代償を払っても構わない、役立たずの古い自分を捨て去ると、激しい決意と共に宣言する。イオンは魔法の門の前に立っている。その超現実的な建造物は明るい黄色の光を放ち、周囲のすべてを照らしている。その光はほとんど眩しく、彼の周囲に別世界のような輝きを放ち、 彼を待ち受ける新しい道と変身を象徴している。この先に何が待ち受けていようとも、それを受け入れる準備ができてそこに立っているとき、彼は恐怖と期待を感じる。黒い服を着た人物が現れ、帽子を整えながら微笑む。この謎めいた人物は優雅に地面に降り立ち、イオンに近づいてきた。エオンは驚いて顔を上げ、 見知らぬ男の言葉を受け止める。男は続けて、狂気は人を新たな高みへと登らせるのだと説明する。レオンは魔法の門の近くに立っている他の人影に気づき、偉大さはしばしば狂気と引き換えにもたらされると考える。偉大な精神を持つ者はみんな多少の狂気を持っているのだと。狂気は新たな高みへの消化を可能にする。 偉大さが狂気の代償に見合うものなのか、彼は理解していない。彼女はドラゴンを攻撃する。勇士以来、邪悪なモンスターが世界を悩ませてきた。強力な冒険者たちはクリーチャーに反撃し、人類を絶滅から守る。世界の冒険者アレクサンドリアは4位。もう一人の最強の冒険者が存在する中、 彼もまたモンスターと戦っている。勇敢な姿と他の競合冒険者を寄せ付けない圧倒的な力を羨ましく思っている。どうすれば彼らのようになれるかを考えている。世界冒険者ランク5のシレヌスは彼らの力を目の当たりにし4期の力を実感する。その中の一人、ランク3の世界冒険者トールは 彼らに恥をかかせることになると思い、よだれを垂らそうとする彼を止める。エオンは当の助手に謝る。世界には強いモンスターがたくさんいる。いつか四騎士のようになりたいと願っている。彼の夢を聞いたトールは、いい夢だと彼を評価する。シレヌスはイアンにお菓子のことを尋ね、アレクサンドリアは疲れたのでマナポーションのことを尋ねる。 アレクサンドリアはダンジョンの真ん中でお菓子を食べるのかと尋ねる。アレクサンドリアは地下牢の真ん中でお菓子を食べるのかと尋ねる。シレヌスはただのスナックだから大したことはないという。彼女は二人が一人で戦っているのを見るのかと質問する。ダンジョンは S プラスランクであるため、彼女は彼らが真剣になるべきだと結論付ける。 イオンはシレヌスにお菓子を渡す。背後から、はい、はいと声が聞こえ、アリオンだとわかる。アリアンはランク2の世界冒険者で、このダンジョンは S プラスランクではないと考えている。アレクサンドリアは、モンスターが簡単には倒せないので、このダンジョンは S ランクではないと思う。サイラナスもそこのモンスターが A ランクに近いことに気づく。トールは、 食事と会話を同時にする彼に話すときは口を閉じるように言う。アリアンは皇帝がこのダンジョンを狂気の門と呼んで襲撃したことを知っていた。最強の冒険者4人にクリアを命じた皇帝はこのダンジョンは危険だと判断したのだろう。また、インファナルロードのオーラも感じたという。皇帝は 他の冒険者たちにもオーラを感じたことを確認した。イオンはインファナルロードがモンスターとそのダンジョンを作り出した三人の王のうちの一人であることに気づく。人間たちは誰もインファナルロードにあったことがない。ダンジョンが最も危険な場所であるならば、そこでも誰かが殺されるのではないか。そこにいるモンスターを一匹も殺せないことを知っている彼は、 もしそこにインファナルロードが現れたらどうしようと心配する。トーレは彼の顔を見て、彼が怯えていることに気づく。何年も助手をしているので、トーレはイオンが怯えているのを理解する。トーレはイオンが怯えていることを理解する。イオンは、トーレがいつも自分を守ってくれていることを知り、イアンにこれからも変わることはない。任務の際はいつもトーレを守る。 と約束する。イアンは喜んで彼の話を聞き、礼を言った。彼らは振り向くと、そこら銃が火に包まれている。とはがダンジョンが始まることを告げる。彼らの前にドラゴンが現れ、狂気の門の財宝を探してから来るように言うが、彼は彼らの誰かがその本質を理解できると考えている。 彼は、狂気はそこで報われ、彼は玉座に座っていると告げる。地獄の王はにやりと笑い、誰が成功するのだろうかと思う。アレクサンドリアはドラゴンに向かって剣を振り上げる。アレクサンドリアはドラゴンに向かって剣を振り上げる。アレクサンドリアが剣を振り上げ、ドラゴンに襲いかかる。ダンジョンのボスは大地を操ることができる。 彼はト遠に感謝している。そうでなければ、彼は危険にさらされていただろう。彼はアレクサンドリアに口を閉じろと怒鳴る。周囲は破壊だらけだ。アレクサンドリアは彼のせいで腹を立てている。イアンは彼女が無事であることに安堵する。イアンが心配しないように、アレクサンダリアがその攻撃で怪我をしないように、彼らは四気だと告げる。 彼は、あんなものを倒すにはもっと大きな力が必要だと気づく。アリアンはイアンを抱きかかえながら、彼に攻撃を受けさせるように言う。トールはイアンに言う。しかし彼は、あれにやられる前にあれを殺すから心配するなと保証する。イアンはトールを完全に信頼しているので、トールがそう言うなら大丈夫だと安心する。 トールはイアンを地面に倒し、その場を去る。地面に伏せるが、足が少し痛い。シレヌスは彼に襲いかかろうとしている。イオンは投げるかどうか悩む。彼はドラゴンを攻撃する。ドラゴンも応戦する。アリアンは狙い通りだと思う。デスグリップを発動させ、ドラゴンの影を起動させながら攻撃する。 彼はドラゴンを見て、同じ地点にとどまるよう命じる。アレクサンダリアは彼のズタズタを引き裂くかのように二人に向かって走る。彼女は彼に自分を忘れないように指示し、ドラゴンの巨人を呼び出す。彼女は剣でドラゴンを攻撃するために剣で素早く動く。二人の攻撃が合わさり、ドラゴンは二つに砕け散る。トールはドラゴンの破片を見て、 武器を振るパワーで使い、ドラゴンを攻撃しようとする。彼は、他の仲間のおかげで攻撃が容易になったことに気づく。理想的な標的は動かせないものだと考える彼は、完璧な標的を作り、彼を攻撃し、その攻撃を存分に楽しむ。イアンは、彼は脅威を超えていると結論づける。戦いの後、疲れてあくびをするサイレナス。 彼は自分を助けてくれた仲間全員に感謝し、自分の素晴らしい技を見たかどうか尋ねた。四人はダンジョンのボスをいとも簡単に倒した。エオンは自分は何の役にも立たないと思っているからだ。そして自分の力と富を奪いに来たのかと問う。彼は冒険者たちはいつものように貪欲だと結論付けた。 彼らはそこに来た地獄の帝王アリウムを見かけ、彼は自分とダンジョンの贈り物の間に一つの局面しか残されていないことに気づき、彼らはみんな自分の友人のように見えるので、彼は彼らを評価し、彼らとゲームをしたいかと尋ね、どちらが死にたいかを決め、その祭壇に生贄を捧げるように頼む。ゲームに失敗すれば、ダンジョンの贈り物は永遠に封印されると告げる。 彼は10分後にゲームを開始し、本当の楽しみを味わえるようにカードを見せる。イオンは二人にどちらが死ぬか決めるように言う。詰めの条件はダンジョンが勝手にロックされること。ダンジョンが閉まってしまっては困るのでダンジョンを出る。深く考え込む塔を見て、イオンは何を考えているのかと尋ねる。アリアンはイオンに、 彼はなすべきことに気づいていると告げる。世界のどんな英雄も変わりがきかない四騎士たちだ。彼はトールのアーロン・ボーヤと呼ぶ。だから彼にはいつでも他のものを手に入れる権利がある。彼はすぐに剣を取り出し、イオンは塔に向かって剣を振り上げる。彼らはダンジョンの贈り物の約束のために彼を犠牲にする。イオンはトールに、 四人とも狂ってしまったのかとと四人はヒーローであり、罪のない人々を守ることを意味している。彼はいつか塔のようになりたいとトアに願望を示した時のことを思い出す。彼はいつか彼らのようになりたいといつも彼らに期待していたのに、どうして贈り物のために彼を殺そうと考えるのか全く理解できない。彼は彼らに、 この世の全ての権力が自分たちの企みに見合うものだと感じているのかと尋ねる。トーレは剣で彼の腹を攻撃し、それを横切らせる。血しぶきがトーレの顔にかかる中、彼はつい最近聞いたことに同意し、世界は彼らが企んでいることに価値があると告げ、シレヌスは彼の体を力をに引き上げる。そしてイオンは、 なぜあのような結末を迎えたのか不思議に思う。トーレが任務中に自分を守ると約束したのに、約束を破ってしまったことを思い出したのだ。イオンにとどめを刺そうとするアリオンは、イオンの喉をかき切ろうと提案する。アレクサンダリアは剣を取り出しながら、彼らはいつも自分にも同じように汚いことをするのだと思う。彼女は、 彼がまだ生きているうちに彼に近づく。そして彼女は彼を殺そうと剣を振り上げる。彼は彼女の剣を投げ飛ばし、知らぬスの方に行き、彼の目にぶつかる。彼の目は傷つき、血が流れ始める。彼はすぐに手で目を覆ったが、彼女は彼の首を押さえつけ、彼を罵倒しながら圧迫し始めた。彼女はとにかく彼を殺したいのだ。 彼はいつか必ず報いを受けると警告する。彼らは英雄ではなく、祭壇に立つべき者たちなのだと。知らぬすはパンチを放ち、彼が今自分がしたことに気づいていないと思い、残忍なパンチを放とうとする。彼がパンチを食らわせると、イオンは叫び、激痛に耐えながらまだ後悔していないと告げる。 四人のヒーローは迷うことなく彼を殺すことにした。自分が本当に彼らに残酷に殺されるに値するのかどうか。トーレスは頭を下げて少し離れたところに立っている。イーオンは来世ではもっと強くなっていることを願う。場面が変わり、彼は周囲に冷たさを感じる。死後の世界にたどり着いたのだろうか。椅子に座った男が、 勝利を祝福し、彼をマッドゲームに迎え入れるのが見えた。イオンは狂気の門のような場所があることを知らなかった。狂王である地獄の帝王は彼に狂門の存在を教える。彼は狂気の門は論理と狂気の境界線に存在し、彼のような人間には見つけられないと告げる。イオンは 頭の中で話していたインファナルロードの声に気づき、彼のために立ち止まり、静かにしている。彼は、彼が不完全なままにしていた文章を完成させるよう提案した。彼はにやりと笑い、自分がそこに来た理由は自分ではなく、友人のためにそこに送られたのだということを忘れたのかと尋ねた。イーオンは自分が正しいことを言ったと気づく。 四騎士は彼を犠牲にした。なぜそんなことができたのか彼には理解できない。彼らは権力と富を得るためにそうしたのだ。玉座に座る男は下を向くなと勧める。彼は最近自分がゲームに勝ったと言ったことを聞き逃したのかと尋ねる。エオンは意味がわからず混乱する。彼は どちらが死ぬべきかを決めるように言われた時のことを思い出す。そこで彼らはイオンを殺すことにした。レオンは自分の好きなゲームでは勝者は一人しかいないと告げ、彼らが最も勝者になるとは思っても見なかった人物に教文の力を授ける。イオンは狂気の王、怒れる王である。イオンは自分が殺されたからといって、なぜ自分が勝ち その力を得ることができるのか理解できない。彼はイオンに自分への贈り物が無駄にならないかと尋ねる。彼は新しい人生に生まれ変わり、以前よりずっと強くなれる人生を与えられると告げる。彼は贈り物は代償なしに与えられるものではないからだという。良いものには犠牲がつきものだと。彼は自分の力が狂気に依存していること、 もしそれを使いすぎると、正気から遠ざかって狂気に陥る可能性があることを告げる。彼は、死んだままでいるよりも犠牲を払う方が最良の選択だと信じている。狂気の王は彼に決断を問う。彼からの贈り物を受け取って仇になるのか、ならないのか。残された第二の選択肢は、死という孤独な空気を受け入れることだ。エオンは、 自分が生涯を通じて消耗品であったことに気づき、自分を弱く役立たずと呼んでいた人々は正しかったのだと思う。強い人の下で働けば何かを学べると信じていた。その結果、いつか彼らのように強くなれると信じていたが、それは間違いで何も変わらなかった。ダンジョンの後、彼は家に帰るつもりだったが、彼らのせいでそれが叶わなかったからだ。 彼らは彼を殺し、彼の命を奪おうと決めた。彼は狂気の王に権力を与えてくれるよう願い出る。彼らにも言ったように、彼は手に剣を握る。そして、自分自身への確固たる信念を持って、自分は変われる、それをみんなに見せるんだ、と告げる。彼は剣を振り上げ、狂気の世界の門を叩く。狂気の王は彼を見て喜び、 意見が一致したようだと彼を褒め、自分のために正しい決断をしたことを評価する。扉が開き、京王は玉座から立ち上がり、前のゲームが終わったので新しいゲームの始まりだと告げる。彼は新しい人生での彼のプレイに興奮し、笑い始める。イアンはまだ彼の言っていることが理解できず、自分にできるのだろうかと悩んでいる。 イアンはまだ自分の言っていることが理解できず、自分にできるのだろうかと悩んでいる。一方、四騎士は強王を罵倒しながら箱の周りに立っている。彼らは、彼が自分たちをからかっていたこと、そして報酬があるはずではなかったことに気づく。地獄の王は完全に姿を消した。彼らはイオンを無駄に殺したのではないかと考える。 アリアンは戻りながら、後で何か変わったことがないか確認すると告げる。しかし、サイラヌスには治療が必要だ。サイレナスは、自分は全く大丈夫だから心配ないと告げる。アレクサンドリアは、自分たちはただ混乱に巻き込まれただけだと考え、トレに一緒に来るように言う。彼も一緒に行くことにする。振り返って動き出すと、 イアンの身体に何かが起こり始める。アラートがポップアップし、イアンは祝福される。マットキングにマットゲートのシステムが与えられたからだ。彼はレベル1に生まれ変わる。そしてイオンは、レベル1に生まれ変わるという通知を見てショックを受ける。レベル1の意味がわからない。目を開けたイオンは、 地獄の帝王が言った通りに自分をずれ戻してくれたことに驚く。彼は安堵し、これは奇跡に等しいと思う。彼は自分が嘘をついていると思っているが、そうではない。彼は死体の上に座っている。自分がどこに座っているのか不思議に思う。それがすべて殺された人々の死体であることを知ってショックを受ける。 なぜこんなにたくさんあるのか理解できない。彼は、略奪者を退治する新しいクエストの通知を目にする。その内容は、シュロール村を略奪した20人の略奪者を退治するというものだった。現在のポイントは20点中0点。彼は略奪者について何も知らない。彼が顔を向けると、 狂気の王が周囲を明るく照らしながら立っていた。彼はイアンにゲームの作戦を尋ね、これからどうやってゲームをするのかと尋ねた。彼はそれを手に入れた。自分が何者で今どこから来たのかを。彼は自分がギリギリのところにいることに気づき、夢を食べるカオリオスと名乗る。彼女は K と呼んでいいと告げ、 狂気の王が狂気の門のシステムを理解させるために彼女を送ったという。彼女はイオンが以前より強い人間になりたいと願っていると聞いた。彼はそれに同意し、強くなりたいのは本当だと告げる。K は彼が強くなる手助けをすることを保証し、彼が頂点に立つ方法を指導する。彼は以前死んだが、今は生まれ変わっている。 彼女は彼に狂気の王から送られたシステムを見せる。彼女は新しいクエストがすでに記されているシステムを彼に見せる。彼はそれを見て彼女に質問する。K は、狂王は一度にすべての力を彼に渡さないので、それはゲームだと彼に言う。彼女は、彼はそれを獲得しなければならないと告げる。狂気の王は、 狂気の門の水路の助けを借りて彼に力を与える。レベル1では敵を倒したり、課題をクリアしたりするたびに経験点を得ることができる。経験点を得るたびにレベルが上がる。その結果、彼は強くなる。彼は K にどういうことなのか、どうやって強くなるのか尋ねる。K は、 自分の能力と生まれつきの特性が高まるのだと告げる。彼は生存者を見かけ、彼の服に何が起こったのか不思議に思う。残された村人たちとは違って見える。どうせ死ぬのだからと気にしない。K は彼に自分の能力が試されるチャンスがあると告げる。イアンは K に行き先を告げずに走り出す。 彼の走る姿を見た村人たちは、彼は走り屋だと言い,い、一人が彼を捕まえるよう指示する。床には他の死体が転がっている。イオンは隠れていたが、ケイはなぜそんなに早く走ったのかと尋ねる。イアンは村人に聞かれるから静かにしてくれと頼む。ケイは村人には聞こえないと告げる。彼女の声を聞いたり見たりできるものだけが、 狂気に触れられるのだ。イアンは答えず、K はなぜ走っているのかと尋ねる。K は、彼がさっき答えなかったので、どんな答えをすればいいのかわからないからと、もう一度彼に尋ねる。K は彼に立ち上がろうと提案し、もう一度死ぬのが怖いのかと尋ね、さらに何か他の理由があるのかと尋ね、実際の理由を尋ねる。K は、どんな理由であれ、 狂気の王は第二の人生で再び走るために彼の命を蘇らせなかったのだと告げる。彼女は、狂王を殺す方法を教えると告げる。村人たちは、狂王はまだ遠くに行ってはいないと考え、捜索を続けている。彼らは、他の男が彼を見つける可能性もあると信じている。彼は通りの真ん中に立っていた。 ガラスが割れた窓があった。イオンはそこに隠れているのだろうと思い、窓の周囲に回って剣を取り出した。もう一人の村人は、その部屋には何も見えなかったというが、彼は中に入って確認するからそこにいるように指示する。彼はドアを叩きつけ、一蹴りで壊す。イアンが立っているのを見つけ、彼は笑う。そしてイアンは彼を連れて行くという。 村人はそれを見て近づく。村人はそれを見て近づく。村人はその人形を見てショックを受け、信じられないと思った。彼は同じ人形を娘にあげたことを思い出した。ある日、彼が家に行くと家が燃えていた。娘は痛みで叫びながら燃えていた。娘が燃えているのが見えたが、彼は何もできなかった。 娘の泣き声が聞こえた。彼は人形を拾い上げ、その人形をどこで手に入れたのか尋ねた。人形が娘の声で、なぜ罪のない人々を殺すのかと問いかけているのが聞こえた。人形を地面に投げつけると、目の前に立っていた人物が同じ質問をする。人形を地面に投げつけると、目の前に立っていた人物が同じ質問を投げかける。 娘は自分の手には罪のない人々の血がたくさん流れている。自分が殺した村人たちの死体を見ている、と告げる。彼はひどい父親だったと謝り始める。どうしてこんな父親になってしまったのか、娘に話しながら泣き出す。最愛の娘エレインを失った時から始まった。それからすべてが変わった。何もかもが変わってしまった。 あの夜、家の中で燃えていた娘の声を今でも覚えている。彼は娘を助けることができなかった。彼女の悲鳴は悲痛だった。娘を失ったあの日以降、自分に何が起こったのか、彼はまだ理解していない。娘を失ったことで、彼は自分自身をも失った。娘に抱きしめてもらうため、彼は両手を広げる。 彼は娘に許しをこうが、イーオンがやってきて、罪のない人々にしたことは許さないと言いながら、剣で彼の喉をかき切る。エオンは血を滴らせながら地面に倒れ込む。イーオンのスキルボードが変化し、彼のアクティブスキルが厳格に更新され、レベル1になる。盤面にはプラス1の狂気を使うと書かれている。このスキルは30秒間。 被害者に最も深い恐怖を厳格させることができる。また、いつでも敵が5人になるまで実行できます。ユーザーは能力をアクティブにするためにアイコンタクトを取るように指示されます。彼のクエストキルは20人中0人から20人中1人に更新されます。彼がドアを破った時、イオンがそこに立っていて、 ケイは彼に計画を使用するように言いました。イオンはケイに彼女がそれをやったかどうか尋ねました。彼女は同意し、村人が彼女の作り出した幻想に囚われていることを彼に知らせました。彼が自由にならない限り、彼は人形を見て無防備になり、エゴアーは彼を見て死んだ娘だと思った。エレイン。 K は彼にチャンスをつかんでそのゴミ袋を殺すべきだと言いました。イオンは彼を殺すのをためらっています。K は彼がなぜ彼を殺そうと考えているのか理解できません。彼は K にすでに多くの獣を殺したが、そのような人を殺したことはないと言います。彼は自分が人間であり無防備だと信じています。K は その人が罪のない村人に何をしたかを彼に思い出させます。イアンは、これまで多くの人を殺してきたのに、その人が同情や慈悲を受けるに値すると思うかと尋ねる。イアンは、彼らが犠牲者にそのような思いやりを示しているのかと尋ね、自分の純粋な心が権力の座を阻むことを許すのかと疑問を呈する。彼は喉を裂いて彼を殺した。 なぜなら、彼は他人にあまりにも多くの悪事を働いたため、同情を受けるに値しないからだ。彼の友人たちは外でエゴアを待っている。イアンが彼らの前にやってくる。二人とも、友人のエゴアが目の前の小さな子供に殺されたのではないかと疑問に思う。イアンはケイが一緒にいることを知っているので、あの怪物たちに共感する時間はなく、 もっと強くならなければならない。彼は自分を変えてもっと強くなることを決意する。二人とも目の前にいる獣を見てショックを受けた。蛇が地面にいて自分たちに何が起こっているのかわからなかった。そこで突然、イアンは剣で二人を切り前に進む。二人とも首を切られ地面に倒れて殺された。 K は彼の素晴らしい仕事ぶりを高く評価している。彼はすでに20人中3人を殺しており、現在残っているのは17人だけである。イアンは幻覚能力を使うのに一つの狂気しかかからないというシステムの意味について K に尋ねる。彼はそれが何を意味するのかまだわからず混乱している。K は、 多くの魔法使いが能力を活性化するためにマナやその他のエネルギー源に依存していると彼に伝える。彼は狂気の門から力を引き出しているので、誰かがその門のスキルを使うと狂気をいくらか消費するので、彼にとっては少し違う。彼はかなり正気な人間なので、狂気バーは霊である。つまり、彼の狂気ゲージは霊から始まります。 狂気の門の能力が増加すると彼は狂気に陥ります。彼は狂王の力を使えば使うほど自分が狂ってしまうことに気づきます。彼は狂王が以前もそのことを警告していたことを思い出します。彼は K に狂気ゲージが100に達したらどうなるのか尋ねます。K もそのことを知らないので彼女は自分で調べるように言います。 彼は K を見て振り向きます。K は彼を止め、どこへ行くのか尋ねます。彼は彼女に、どこへ行くべきだと思うか尋ねます。そして彼女は、まだ7体のモンスターが残っていて、それを殺さなければならないので、狩りに行くのだと彼女に伝えます。彼らは生存者を見て、生存者は全員残っているのかと尋ねます。男は上司に、 村全体を一掃したので、彼らが残りの生存者の総数であると伝えます。彼は女性を留めておくように指示し、大金が手に入るので残りの人間を全員殺すよう命じる。男がボスのところにやってくる。ボスは彼に何を言うか考えていて、ある方向を指さす。ボスが振り返ると、レオンが死体を引きずっているのが見える。 彼は、友人を殺した時はひどい気分だったが、今、あの人たちが何をしようとしているのかが分かったので、自分が正しいことをしていると気づいたと告げる。彼らはボスに、冒険者が自分たちの国に出てきたと伝える。ボスはイアンに自分が英雄だと思うかと尋ね、そのために、彼はこのように公然と姿を現す。彼は、 死にたいと願っているに違いないと思っている。彼は彼らの数を数え17人いることを知る。彼は K に全員が集まっているので全員がここにいると伝える。彼は自分にとっては簡単な狩りだと思っている。一人で敵全員と対峙するのは怖いだろうと思っている。K のおかげで彼は彼らと戦うことを恐れず怖がらないと考え。 二人を攻撃して殺害し、ボスに向かって前進します。彼らは剣でお互いを攻撃し始めます。イアンは自分がやっていることを誇りに思っているかどうか彼に尋ねます。彼は無防備な人々を選んで殺害しますが、それは自分にとってチャンスなのでそうしなければならないと考え、彼らは自分と似ていると言います。そしてイアンは、 人々の命は不み石のようなものではないと告げながら怒り、剣で攻撃する。なぜ止めたのかと尋ねる。ボスは仲間がイアンに残酷に殺されているのを見て、彼が誰なのか疑問に思うが、理由がわからないので止めることができない。彼は仲間にすぐに撃つように命じる。イオンは何かを持っている男を見て、彼が何を持っているのかわからず。 持っているもので彼を攻撃し、大きな音を立てて、イアンを殺したと彼らは思う。しばらくすると、イアンが K に自分のために物事がうまくいったとは信じられないと言っているのが聞こえ、イオンがまだ生きていて、無事に立っているのを見て、よくやったという。その間、彼のスキルボードが更新された。彼はプラス3の狂気を使用し、 現在のクエストの殺害数は20のうち3から9に増加した。彼はそれをキャッチするように言いながら、彼に向かって火の玉を投げる。その日はそれらの男の多くを殺した。彼のクエストボードは16に増える。彼らは彼が怪物なのではないかと疑う。彼のクエストの進行は急速に進み、20のうち17に増え。 一人がもう一人に人質を捕まえて脅迫するように命じる。イーオンは人質の首にナイフを突きつけている彼らを見つめる。彼は村の住民を傷つける必要などなかったのだから、そんなことはできないと告げる。彼らは罪のない人々を犯罪の盾として利用していたのだ。彼は彼らをクズと呼び、イーオンを攻撃する。彼らはみんな、 彼が大勢の人々を殺したのを見てショックを受ける。K は殺すべき人はあと一人しか残っていないと告げる。あまりにも多くの破壊が起こっている。ボスは彼に殺さないよう頼んでいる。彼は彼に頼む必要もなければ村の住民を傷つける必要もないと告げる。彼は女性たちを捕まえておいてくれと仲間に指示したことを思い出す。 なぜなら、見返りにかなりの金がもらえるからだ。彼は、以前言ったことを覚えているかと彼に尋ねます。それで彼は、その場合、彼がしていることを続けることになるので、彼を許すことを拒否します。彼の狂気バーは100のうち13に達し、彼はバーがすでにそれだけ増加していることを知って驚きます。K、は 彼がそれ以上に対処できると確信していると彼に伝えます。そして彼女は彼に戦いを監督するよう提案します。ボスは彼と戦うために立ち上がります。彼を立たせている間、彼は彼らが収穫を切っていることに気づきます。アオンは処刑人の役割を果たし、剣で彼を殺します。 彼が盗賊を全滅させてチャレンジを完了すると、彼のチュートリアルクエストが更新されます。20人の略奪者全員が全滅し、彼は100ポイントを獲得しました。女性がやってきて彼女を抱きしめました。彼女はまた、最強の冒険者が彼と一緒にいたが彼を救えなかったと謝罪しました。彼女はなぜこんなことが起こるのか理解していません。 そしてアオンは死に、彼女はすすり泣き、彼を守ると約束したことを思い出します。しかし彼女は彼を擁護しなかった。場面が変わると、世界冒険者ランク1のヒャーは崖に向かい、昨日4人の騎士がダンジョンから戻ってきたことを思い出す。彼らはみんなに狂気の門をクリアしたと報告した。人々も彼らに同じことを期待していた。 彼らは彼らのおかげで救われたことを喜んだ。彼らは王に狂気の王、地獄の王と話せると伝えた。人間たちは誰も彼に会ったことがなかった。ヘロディアスの皇帝資産は玉座に座り、ダンジョンについて彼らに報告する。彼は狂気の門が到着して以来、ダンジョンが3倍の速度でヘロディアにやってきたことを知った。 彼は何か変化があってそれが原因になっているのではないかと疑問に思う。彼は4人の騎士が任務から戻ったばかりだと知っているが、それでも彼らに他の冒険者たちがダンジョンをクリアするのを手伝ってほしいと思っている。彼はもっと人員が必要なので報酬を2倍にすることを約束した。アリアンは悲惨教に彼らが最高のパフォーマンスを発揮することを保証する。 悲惨日は、彼らが狂気の門を制覇した後、トルに気持ちを尋ねる。彼は彼の前に鏡、勝利に満足していないと言い、全員に去るように命じたが、彼らは顔を背けた。そして彼らが戻ろうとした時、ヒーセン鏡がトルに電話をかけた。彼は、まだ戻っていないイオンが彼らからいなくなっていることに気づき、トルにイオンについて質問する。 トルは彼が言ってしまったと告げる。彼はヒャのところに来て彼を守れなかったことを謝罪する。崖の前に立ったヒャは彼が自分の過去の一部であることに気づく。彼女は彼が彼女がそれ以来捨て去った自分の一面であるため彼を思い出しながら泣く。彼女はいつもイオンのことを考え歯を食いしばりながら彼が長生きするだろうと考えていた。 彼女は崖を殴り、そこにいなくても、彼の命の重みが自分にのしかかっているのを感じていると思う。彼女は、イアンがどんな犠牲を払ってでも自分を守ると約束した時のことを思い出す。彼女はイアンのあの時のことを思い出して感情的になり、トーレに復讐することを決意する。人質たちはイアンに助けてもらったことに感謝し、彼は何も問題ないと言った。 彼女は自分たちが殺されそうだったことを思い出して泣きじゃくった。エオンはその意味を理解し、みんなが絶望的だと知っている。エオンはすぐにたどり着いたことを喜び、みんなを埋葬する。村人たちは彼に別れを告げ、幸運を祈った。彼らは次に彼が訪れる時には村は再建されていると彼に保証した。 だから彼らも究極のご馳走を食べるだろう。約束通り、エオンはそれを楽しみにしながら幸せになる。彼はそれが英雄として感じるはずだったのと同じ気持ちなのだろうかと思う。彼はトップの冒険家になれるようにもっと強くなりたいという願いを K に伝える。そうすればもっと多くの人を助けることができる。 ケイは彼の考えを理解し、泣き虫になる必要はないと思う。彼女は彼を最強にすると約束したが、それは始まりに過ぎないと彼に告げた。次の数週間、彼は敵を倒してクエストを完了することでレベルアップすることに集中しました。次のクエストである虎猫の期間も完了し、ポイントを獲得しました。 追加ポイントを獲得することで、レベルも上がりました。属性ポイントと新しいスキルが与えられます。属性は5つあります。彼の性格チャットが更新されます。エオンのレベルは3に上がり、性格ボードには知力語、筋力語、敏捷性語、スタミナ語、精神力10と表示されています。精神力の部分に特に力を入れているのは、 ケイが精神力を高めると教えてくれたことを思い出したからです。精神力は狂気への堕落と戦うのにも役立ちます。彼は、強王の力を控えめに使うよう、心から努力することにしました。彼は自分の力が十分すぎるほど大きいことに気づきました。彼は目の前に巨大なモンスターがいて、自分の力で攻撃します。 彼らは攻撃をかわし、あちこちで激しい爆音が鳴り響きます。彼は強王の力を使っており、そのおかげでこれまで対戦できなかった相手とアリーナに立つことができます。彼は自分の焦点を見て興奮しています。彼は自分が彼に追いつくまで長くはかからないことに気づきました。狂気のバーが100点中虹7点に上昇。 クエストやモンスターが自分に与えるポイントには限りがあることに気づく。レーダーを倒してから1ヶ月が経過。ダンジョンをクリアすることが、より強く、より優れた存在になるための最良の方法であると認める。水上戦が航行中であり、ギルドはシルバーキングスである。彼の新しい任務は、海底王国にダンジョンを作ることである。エトは、 自分は傭兵冒険家に違いないと誰かが言っているのを耳にする。男が船に飛び乗るのを見て、他の仲間をバカと呼ぶ。彼はすでに、部外者は不要だと彼らに伝えていた。彼はシルバーキングスギルドのリーダー、ファルコンである。シルバーキングスの第2位であるタリアは、予算があったので、そのレベルのダンジョンには必須だったと思うと彼に告げる。 シルバーキングス3位のウェンは、傭兵は一人ではなく二人必要かと彼女に尋ねます。彼は彼らのうちの一人は子供だと思っていましたが、ケイは彼らを見て、彼らはろくでなしの集まりだと感じました。イオンは彼に子供ではないと言い、ファルコンは彼に彼のことを言っていると言います。彼はギルド長のために食べ物を食べようとしている少年を見ます。 ファルコンは彼にその食べ物は食べられないと言い,い、彼に文句を言った後、それなら戦いを呼びかけます。食べ物を食べている少年はレオという名前の傭兵冒険者です。彼の話を聞いた後、ファルコンは全員に出向するように指示します。ウェンは、物事はすでに活気がありエキサイティングであると結論付けます。 イアンは、レオは冒険者には少し若いのではないかと疑問に思います。彼はヒャを思い出します。彼は冒険を始めた時も同じ年齢だったと思います。彼は彼女のことを考え始め、彼女がどうしているか気になります。彼は、ハヤが世界を救うために出発するチャンスはたくさんあると信じている。彼は、 自分が彼女と互角に戦える日が来ると感じている。イアンはどんどんという音を聞いて子供が地面に倒れているのを見る。地面に倒れている男はレオに見るように言う。レオは彼に自分も戦いたいかと尋ねる。ケイは面白い人をたくさん見てきたがその中で自分が一番面白いと思っているので笑い始める。イオンは なぜ彼がそんなに暴力的なのか理解できない。タリアは時が来たと彼に告げる。出発しようとした時、船が動き出す。ファルコンは船の舵を握り、今日、沈没都市アトランティスまでの D ランクダンジョンをクリアすると宣言する。彼は彼らに名を馳せるチャンスがあると告げる。彼らはヘロディアで最も偉大なギルドになりたいと思っている。 だから彼はアトランティスを制圧するのは彼らの昇進の始まりに過ぎないことを理解している。彼は彼らに英雄として名を残すために自分についてくるように指示する。イーオンは彼らが D ランクのダンジョンを制圧しているギルドなので多くのリソースを持っていることに気づく。彼はトールがダンジョンが怖いかと尋ねた時のことを覚えている。彼は トールの弟子だったのは何年も前なので、トールの顔を知っていると彼に言った。ギルドリーダーのデモンストレーションは彼にトールを思い出させた。K は彼が何かを深く考えているのを見た。彼は K を見て何かおかしいのかと尋ねた。K は彼に何か変な感じがすると伝えた。彼は見覚えのあるオーラを感じた。 彼はそれが暴動だと気づいた。マットキングはそれをすべて見ながら、彼らがすでに自分のところに向かっているのではないかと考えた。彼はもうそんなに長く待つ必要はないと思った。レオは地下牢で手伝ってもらうために金を支払ったのに縛り付けたので、彼らに怒鳴りつけ罵倒する。彼は解放すべきだと警告する。 さもないと後悔させる。誰も彼を縛り解除するのを手伝ってくれず、皆仕事に忙しかった。誰もが彼の言うことを聞いていないふりをしているが、彼は誰もが彼の言うことを聞いていることをよく知っているので、彼はまだ彼らを罵倒している。イオンが彼のところに来て、そのやり方では誰も彼の言うことを聞かないだろうという。レオは、 彼は助言を求めていないと言って彼を侮辱する。彼は自由になるためにロープを切るように言う。イオンは船長の命令に反するため彼を解くことを拒否する。彼は彼を助けたいので水筒を開け水を差し出す。彼は彼の近くに行き水を飲ませようとする。しかし誤って滝が至るところにあり、 レオは水を至るところにこぼしたとイオンに怒鳴り、イオンは逆さまになっているので謝る。うっかりそうなってしまった。ケイは二人とも間違いなくバカだと思っている。彼はレオに南ヘロディアでは彼の名前を聞いたことがないと告げる。彼は同意し理由を説明する。その理由は彼は南の人ではなく北の人だからだ。 彼がイオンに自分の経歴を話すと彼は冒険者になる前は農民だったという。イオンは自分も農民なので喜んで聞いてくれる。彼はレオが冒険者を始めた頃と比べてとても若いことに気づく。彼は危険な生活様式を知っているのになぜそんなに早く始めたのかと尋ねる。彼は家族に 彼がこんなに若い年齢で冒険者になることに問題はないのかと尋ねる。彼は家族は彼が冒険者になるという決断に問題はなかったと彼に言う。彼はダンジョンが突然目覚めるのを見た。彼はモンスターがうろつく農場でじっと座ってみているわけにはいかないと知っていたので、外に出て世界最強の冒険者になることで変化を起こそうと決心する。 彼は伝説のシレヌスよりも強力になりたいと願っています。イオンは彼に本当のことを言っているのかと尋ね、彼を尊敬し、しばらく前にシレヌスと直接会ったことがあると伝えます。そして彼の生来の強さは比類のないものです。彼はすでに彼に会ったと聞いて興奮します。彼は彼のような偉大な人物の隣に立って、 異形の念を抱いたに違いないと思います。レオは自分の純粋な強さで世界をモンスターやダンジョンから救ったと信じています。それはとてもクールです。レオは英雄はシレヌスのような存在であるべきだと考えているので、イオンは静かに彼の話を聞いています。イオンはシレヌスが彼にひどい仕打ちをした時のことを思い出しますが、レオには何も言いません。 彼は、レオが年齢の割にとても野心的なのかと思い、その事実を尊重します。もう一人の冒険者は、前方にメールストロムがあることを彼らに知らせます。彼らは自分の持ち場に到着しました。イアンはメールストロムについて知らず、それについて彼らに尋ねます。レオは、自由になるためにイアンにロープを切るように頼みます。イアンは、 到着したばかりのものを見るために立ち上がります。彼は冗談だと思っていましたが、突然、アトランティスダンジョンの入り口がメールストロムで荒れ狂っているのを目にします。水位が上昇し、船のバランスが崩れる。アオンとケイがそれを見ていると、ウェンが彼のところに来て、素晴らしいと思うかどうか尋ねる。ウェンは、アトランティスが目覚めて以来、 嵐が止まることなく吹き荒れていると彼に告げる。彼はそれが地下牢への唯一の道だと告げる。彼は彼らが渦巻く渦そのものにまっすぐ飛び込んでいると告げる。レオンは船が渦巻きに耐えられるかどうか、そしてもしアトランティスにたどり着いたとしてもどうやってそこから抜け出すのか確信が持てない。ウェンは 彼らはすでに計画を立てているので心配する必要はないと彼に告げる。彼はイアンに彼らをあまり信用していないのかと尋ねる。イアンは彼が自分の質問に答えないようにしているだけだと思っている。K はイアンの後ろに水から出てきた何かを見つけ、すぐにイアンに知らせる。その何かはエオンをつかみ、彼を船から海へと連れ出す。 エオンは剣を取り出してそれを殺そうとするが、できない。彼は力を使い、その力を借りて剣を取り出し、その物体を切り裂いた。彼は船に上がり、ウェンの手を掴んだ。船に戻ると、彼は今日はもう終わりだと思ったと告げる。ケイは彼がインヒューズをうまく利用したことを高く評価する。ウェンは彼のもう一方の腕を見て、 それが魔法なのかと不思議に思う。イオンは彼に巨大なタコのように見えるその物体について尋ねると、それはタコではなく、それよりもずっと悪いもので、クラーケンだと告げる。クラーケンは伝説のモンスターなので、彼はそれが D ランクのダンジョンを守っているはずがないと考え、それがまだそこにいる理由に困惑する。クラーケンは触手で男を掴み、海に連れて行く。 全員がクラーケンを非常に集中して見ている。クラーケンはもう一方の触手を上げる。ファルコンは彼らに攻撃するように命じる。イオンは彼らがどうやってその物体を殺すのか理解できず、不思議に思っている。突然、レオの声が聞こえた。レオは自分なら助けられる方法を知っているから、すぐに解放してほしいと頼む。レオは、 自分を信頼してほしいと頼み、イアンは彼を解こうと駆け寄るが、ウェンハスをしてはいけないと止める。イアンは、今は互いに争うべき時ではないと告げる。そして彼はレオのロープを切り落とした。彼はウェンに、タコと戦うにはみんなの助けが必要だと告げる。タリアはウェンに叫び、彼の後ろにタコがいると告げる。彼はそれを目の端で見た。 一方、イオンはタコを攻撃し、切り裂く。ウェンはイオンが大きな力を持っていることに気づき、タリアが彼のような男をどこで見つけたのか不思議に思う。ギルドの男がイアンの支配下にあり、彼はその人を救うために彼に向かって走る。ケイは彼に、彼ら全員を救うことはできないので、彼らを止めておくのではなく、 怪物を殺すことに集中すべきだと思い出させる。イオンは、K は彼らを死なせるわけにいかないので自分のために話しているのだという。しかし、彼は K の言うことは正しいと思う。彼は、彼らの犠牲が他の全員を救うために不可欠であることを理解している。狂気のバーが上昇し、100点中30点。 イアンが武器を取り出してタコを攻撃すると、タコは以前掴んでいた男を離れる。彼はすでに話すように言ったと言い,い、後でお礼を言うよう提案する。レオは巨大タコを粉々に吹き飛ばす。タコを倒した後、レオはギルドのボスであるファルコンのところへ降りてきて、全員にクラーケンを殺すよう命じる。イアンは、銀の王たちがお互いを守れると信じ、 自分が来た目的に集中すべきだと考える。イオンは振り返り、他の誰も死なせないようにするにはいつがいいか尋ねる。彼は自分が怪物を倒すものだと彼に保証する。そう言いながら彼は水に飛び込む。レオは彼の腕を掴み、自分が怪物を倒せるかどうか疑問に思う。彼は、 クラーケンを倒す途中で列に並ぶよう提案する。イアンは、額の水晶を吹き飛ばすようにと彼に告げる。レオは自分の力を使って水面を移動する。イアンは触手に近づけるよう彼に頼む。彼はレオに、彼を信頼しているかと尋ねると、レオは彼に会ったばかりだと答える。だから、彼は彼を信頼していない。 彼は以前イアンが彼を助けたことを思い出し、彼を助けてモンスターの額の近くに連れて行くことにした。彼は彼をモンスターの近くに連れて行き、水の中に投げ込む。イアンは剣を掴みながら、それが狂気であることに気づく。彼は剣で自分の体を吐き出し始め、それがどれほど危険であるかを信じるべきではないと考え、害について考えずに行動することにした。 その場合、彼は全員の命を救うことができるので、彼は滑り続ける。K は彼に注意するように指示し、彼は目の端でモンスターが彼を攻撃するのを見た。モンスターが彼を攻撃しようとしているとき、ウェンは彼らがクラーケンだと思っていたモンスターが攻撃をやめたことに気づく。ウェンはその理由を理解する必要がある。ファルコンは、 怪物がイアンにしか興味がないように見えると感じている。レオは、これ以上怪物に近づくことはできないと悟る。イアンは怪物に近づき、それを終わらせることを決意する。彼は怪物を攻撃し、自分の力を使って問題を解決しようとする。ウェン、ファルコン、レオ、そしてケイを含むすべての人々は、彼を見てショックを受ける。 一方、狂った王はイアンの戦略を見てにやりと笑った。イアンは無意識のうちに水に落ち、ケイが彼を起こそうとしているのを聞く。目を開けると、目の前に巨大な怪物がいた。彼はその怪物がクラーケンではないことに気づいた。目の前にあるものが何なのか理解できなかった。彼はその怪物が幻覚を使っているのに気づいた。 そしてさらに、その怪物も狂気の門から力を引き出せることに気づいた。怪物もクラーケンを見ることができる。そして怪物は彼女を捕まえようとする。イオンが怪物を見ていると、突然レオがやってきて手をつかみ、引っ張り出す。イオンはまだ不思議に思い、怪物をじっと見つめていた。レオは彼を連れ出し、二人ともボートに乗る。 二人とも水深の深いところから出てきたと奇跡をしていた。二人とも死ぬかと思った。しかしレオは、それはクラーケンではなかったと彼らを罵倒した。彼は二人に何が襲ったのかを尋ね、イオンは彼の隣に座る。彼は怪物から感じたオーラについて考え、自分は全て正しくやっていると信じている。 彼はそのオーラが狂気の王のものだと気づいた。レオはファルコンになぜモンスターが攻撃をやめたのかと尋ねる。まだモンスターを殺していないのに、ファルコンはエオンが水に落ちた時にモンスターが船を離れたと伝える。レオはモンスターが彼を殴り、彼が現れたら怖がる可能性があると考えていると伝える。ファルコンは静かに彼の話を聞く。 一方、ウェンは、モンスターがまだそこにいるかもしれないので、立ち去ることを提案する。ファルコンは、行くべきではないと考え、それを拒否する。彼は、ダンジョンをクリアするのが目的なので、前進しなければならないと伝える。レオは、モンスターがまだいる可能性がある水の方を指さす。彼は、前進し続けられると思うかと尋ねる。 彼は、モンスターがあまりにも巨大であるため、彼らがまだその大きさを見ていないのではないかと疑問に思う。彼は、そのモンスターが再び現れたら、ギルドは殺されるだろうと彼に伝える。ファルコンは、タリアに、被害と死者の概要を彼に伝えるように命じる。キャプテンファルコンは、総打手にメールストロムから遠ざけさせて、アトランティスを一掃するよう指示する。 レオは彼らに怒鳴り、もしそのようなことが起こったら、シカロに行くことすらできなくなると告げる。タリアに戻った方がいいと思うかと尋ねると、彼女は船長が指示したことを告げる。彼は、この海域で夜を過ごすのは怖いと告げる。彼らは一人で岸に戻ることにする。怪物は幻覚を見る。彼は、 これはすべて京王に関係しているのではないかと考えるが、K は彼が以前に存在を認識したことを知っている。彼らは京王の古い知り合いと道を渡っているようだ。彼はそこに誰または何がいるのか明確に知っており、すべてが明らかだと考え、地下老がアトランティスではないことに気づく。ハイヤが彼らのところに来て、結婚を見つける。彼女は血を見て、 痕跡に気づく。彼女は血にまみれたものを見て、それがイオンが自分にくれたものと同じものであることに気づく。彼女はそれを見て感情的になり、それはありえないと思う。彼女はそれが地獄の王であることに気づき、そのものを手に取り、イアンに渡す。イアンは以前、彼女がそれをもって自分を守ることができるようにと、それを彼女に渡した。 彼女は彼に自分は守る必要はないと告げる。彼女はもし自分が正直になれば、たとえもう彼を必要としなくても、彼はそれを聞いてショックを受け、彼女が彼を捨てた理由を理解できないだろうと彼に告げる。彼女は彼が自分にとって何者でもないと感じさせている。彼はただ全てに疲れていて、自分が何者でもないかのように感じている。 彼はあらゆるところから軽蔑を受け、裏切られる。彼は、トーレがいつか自分の気持ちに気づいて理解するだろうと言ったことを思い出す。突然、彼は目を開け、それが単なる悪夢だったことに気づき、自分が抱いていた考えは歪んだ記憶であると認め、物事が自分の手に負えなくなってきていると思う。K はイアンに自分が困った状況に陥ったと告げる。 彼が危険にさらされる状況が生じたのだ。彼は起き上がり、近くに立っている男に気づき、その男はイアンを襲う。彼は毛布から出て、彼に近づき、彼を襲う。彼は彼を襲い、矢を投げようと彼の手を押し、彼の首を掴んで圧迫する。彼は、なぜ殺そうとしたのかと尋ねる。彼は、 気管を潰す前に答えろと脅とす。男は彼を罵り始める。K は、レオはすでに捕らえられていることを告げる。彼は気が変わったので喉を離れ、レオについて質問する。場面が変わり、人々がオ桶を水に投げ込んでいる。レオは目を開けると、光と酸素が出ているオ桶の穴が見える。彼はそれが何なのか理解できず、 看護けを叩き始め、助けを求めて叫び始め、彼を解放すると脅す。さもなければ、彼はすべての人を殺すだろう。少年の一人がもう一人の少年に、レオを解放することが正しいことかどうか尋ねる。なぜなら、彼は以前ファルコンに反対していたからだ。少年はそれを拒否し、自分はまだファルコンの金で雇われている傭兵だから、 彼を信用すべきではないと思うと彼に言う。彼は後悔するよりは安全策を講じた方が良いと信じている。彼らは棺を水に投げ込もうとしているが、彼は彼らに自分を水に投げ込まないでくれと懇願している。彼らは彼を水に投げ込むと、突然、彼らはイオンの声が聞こえる。彼は彼らに何をしているのかと尋ねる。 彼らが振り向くとイオンが見える。彼は彼らに、以前はみんな仲間として一緒に戦い、彼らに信頼を寄せていたが、彼らはその信頼を裏切ったと告げる。彼らを裏切り、詐欺師で不誠実な人々として彼らを罵倒する。彼は、彼ら全員を殺す前に、レオについて知らせるべきだと警告する。場面が変わり、レオが質疑から出ようとすると、 棺の中に水が流れ込む。彼は棺がなぜ開かないのか理解できず、そこで死にたくないと思っている。彼は穴から見て、そこで何が起こっているのかわからず、彼らがレオを船外に投げ込んだことを知ったイオンは、彼らを殺した後、すぐにレオを救うために水中に潜ることを決意する。彼はボートから水に飛び込み、 以前レオが助けてくれた時のことを思い出しながら、時間通りにレオにたどり着きたいと願い続けます。深い水の中にいると、彼は再びあの怪物を目にします。彼は周りのカンオケを見て、レオがどのカンオケにいるのかを突き止めることの方が、その時は重要だと気づきます。K は、もっと下の方に彼の友人の気配を感じることができると彼に伝えます。 彼は怪物の手の中に今にも壊そうとしているオケがあるのを見る。ケイはそのものに手を出す価値はないと考え、イアンが彼に手を出すのを止めた。イアンは夢を持ち野心的な人物であるレオのフラッシュバックを思い出す。レオは目標と夢を持つ少年だと知っているので、事態を悪化させたくない。彼は剣を抜き、 怪物がレオにひどい仕打ちをさせないという、彼は怪物を見て、また幻覚を見ていることに気づく。彼は、その能力は機能せず、役に立たないことを知る。怪物は幻覚を利用して他の形態を放出し、それらはすべてイアンを攻撃する。彼はそれらのものがどこから来たのか理解できず、ショックを受ける。そのものがイアンの手をつかむと、 経波すぐにそのものは正確ではないと彼に告げる。彼女はそのものに騙されないようにと彼に勧める。その物体が彼を圧迫しすぎて窒息しそうになったので、イオンは狂気が彼を圧倒したのではないかと思い、幻覚を見たら落ち着くことにした。彼は体をリラックスさせ始め、怪物と狂気の門の関係について考え始めた。 彼は自分が閉じ込められていたものを壊し、怪物は彼を攻撃し、イアンは後退し始めた。ケイは注意深くその怪物を見ている。イアンは水の中にどんどん深く入っていくのを感じ、うまく呼吸できない。彼はそこで死ぬのではないかと思い、ケイの声が聞こえた。ケイは彼にメールストロムに向かって泳ぐよう提案した。 彼はすでに時間が足りなかったため何も説明しなかった。水面が遠いためメールストロムに行く以外に選択肢はなかった。生き残るためにはそうしなければならない。彼は力を注入し始めメールストロムに向かう。彼はそこに流れがなく空気があることに気づく。メールストロムに流れがないことに驚き、 そこで何が起こっているのか理解できなかった。彼はケイにどうやってそれを知ったのかと尋ねる。彼らは棺が奥へ近づいてくるのを見る。彼は大声でレオを呼ぶ。レオはそれを聞いてイアンかと尋ねる。そして彼は彼を助けに来る。彼は助けを求めてレオを呼ぶ。イオンはしばらくして彼を助けるから待つように言う。 彼は棺をつかもうとする。しかし彼は何かとても明るいものに気づく。彼は奥へ進み、周りに奇妙なものを見る。そして彼はそれを見て驚く。ウェンとギルドのメンバーが戦っている。そして彼らをバカと呼びながら、彼は彼らに反乱軍と一緒に逃げることを許すと思ったかと尋ねる。イオンが彼らに警告したので、 その点では彼らは幸運だった。そうでなければ、彼らはとても手遅れになると思っていた。彼はイオンとレオがそこにいないことに気づく。そこで彼は少年にイオンについて尋ねる。少年は彼がレオを助けるために水に飛び込んだことを彼に知らせ、彼はそれが30分前だったと彼に伝える。二つの可能性がある。一つ目は、 クラーケンが彼を連れ去ったということ、二つ目は、彼が海で死んだということだ。ウェンはそれを聞いて攻撃的になり、彼らの裏切りのせいで多くの善良な人々が死んだことに気づく。彼は彼ら全員を殺すよう命じる。なぜなら彼らは殺されるに値するからだ。イオンは彼らがアトランティスにたどり着いたのを見て考え、 どうして地下牢にたどり着いたのか不思議に思う。K はすでにイオンに、そこはアトランティスではなく、レオの棺はまだ深く落ちていると伝えている。イオンはあちこち見て、ここがアトランティスではないのなら、彼らがどこにいるのか疑問に思う。なぜなら、まだそれがどんな場所なのか明確にする必要があるからだ。棺は建物の窓を割って、その建物に落ちる。 イオンもレオを追って建物に入り、レオが大丈夫かどうか疑問に思う。彼は建物の中に空気があることを知り、普通の水と比べて水も呼吸できると気づく。彼はその特定の水の中では動きが遅いが、その理由は後で見つけることにする。その時、彼はただレオを連れ出すことに集中していたが、何かの大きな音が聞こえた。 二人とも糸車を見る。質疑は床に横たわっている。質疑の中で、レオはイアンに、なぜ開けて近づくのが遅れたのかと尋ねる。レオは目の前に誰かが立っているのを見る。一方、イアンは目の前に新しいクエストが現れるのを見る。クエストは生き残るためのものだ。その任務は片目に対して60秒間生き残ることであり、 報酬は不明である。彼と K は片目が自分に向かって歩いてくるのを見る。イアンは混乱し、それが何なのか理解できない。片目を見ると、それがレベル20のネザーモンスターだとわかる。彼は自分がネザーモンスターであることを知りたがる。それについて何も知らないからだ。K は、 ネザーモンスターは地獄の王からエネルギーを奪う生き物だと彼に伝える。それらの生き物は彼が以前戦ったものと比べて戦うのが残酷だ。彼はどうやってそのモンスターを倒すのか疑問に思う。K はクエストボードには戦うのではなく60秒間生き残らなければならないと書かれているので勝つべきではないとイアンに告げる。 イアンはケイの言っていることは正しいと理解しているが、レオのことが気になり、レオに何が起こるのかと疑問に思う。レオはまだカンオケの中にいて、遊んでいるのではなくイアンに助けてほしいと懇願しながら叩いている。それどころか、イアンはレオを放っておくべきなのかと疑問に思う。レオが助けてくれて救ってくれた時のことを思い出す。イアンはカオケを見て、 片目が見えることに気づく。しかし、イアンにはそれが見えず、もうそこから消えてしまったのではないかと考える。恐怖は人の心と体を麻痺させる恐ろしい麻薬だとイアンは気づく。それは、あらゆる神経と心のあらゆる考えを奪うほどの強力な感情だ。イアンはかつて、恐怖を克服できると思っていた。しかし、近年、 エイブリーが恐怖をなくしてくれないことに気づいた。恐怖を克服する方法は一つしかない。何もないふりをすること。彼は今、恐れを知らないと言えるのはただ一人だけだと悟った。恐れなど存在しないと偽る狂気の人間がいるだけだ。突然、背後に片目があるのに気づき、すぐに剣で攻撃しようとしたが、片目は攻撃をかわした。 彼は、片目がこれまで退治したどの怪物よりも素早いことに気づいた。彼は冥界の怪物なので、片目は再び攻撃しようとしますが、彼は攻撃をかわし、代わりに剣で攻撃します。怪物も彼の攻撃をかわし、イオンは怪物がその体勢でも攻撃をかわしたことに気づきます。怪物は再び彼を攻撃し、 彼はそれに応じて攻撃をかわそうとします。